Jigga, how you get so fly? やるのーかー妊娠すみーしきすみーしき気合い入ってますねよし。さあ、2人が今土俵に入りました。土俵入り、ここはまず立ち合い注目ですね。そうですね。そして私、それでは最初の取り組み行きたいと思います。はっきよい残った。いや、無理でしょ、これは残った。いや、これいやー、こうおっ、まずは下半身いいですね。バランスがいい、しっかりしてます、下半身が、はい、これは聞いて、まあ、でも何でもありですからね。髪の毛を掴みました、髪の毛をしっかりと大いちょうを掴んで、はい、意識が、いや、大意識のアングル、いいですよ、いいですね、いいですよ、このアングル崩れ落ちましたね。まあ、ここは、さあ、ここからはもう、あ、寝上がり、あ、お、挟み込んで、スニシキが、スニシキがカニバサミですね、カニバサミ、ガッチンと弾む、いい絡みですよ、これは。まさに股を開こうと、これはしっかりと、これは回しを取った、わーっと上の回しを取りました、回しを、がっぷりと、がっぷり四つです。がっぷり四つ、上の回しががっぷり四つ、早くも上の回しが行ってしまうのか。これ、スニシキがもうすでに、え、スニシキはすでに上の回しはもう残っていない。スニシキが、しかし下の回しはまだ残っている。上の、あーっと、上の回しが出てしまった。スニさあ、これは、おっと、土俵が、土俵がついに、じゃあ、明らかに人的な、あれですね、はい、さあ、完全決着ですね。あー、来たね、これは、あー、勝者が、これはいい勝負でした。勝者、ギャルの若です。おっと、あー、悔しがっている、これは、もうこれは土俵下を叩いて悔しがっています。これはあの、大相撲になりました、はい、ギャル勝ったギャルの若さ、どうですか、うん、はい、私、前髪は絶対濡らさないと思ったんですけど、勝負してたら本気になりすぎて、いや、もうどうでもよくなったの、はい、頑張ります。そしてついに横綱の土俵入り、いがレイコのショー、レイコの塩と、はい、いい名前ですね、いい名前ですね、この横綱レイコの塩は90センチのアイカップ、このアイカップで受けて立つと、いや、もうまさに電車道と、そうですね、横綱相撲ですね、はい、これは期待できると思います。それでは2人見合って見合って、はっきよい残った、始まりました。さあ、まずは剛から、まずは剛から入って、早めに上の回しを取りました。横綱と長い時間戦っては勝ち目がないと見て、速攻勝負に出ました。短期決戦に出ましたね。はい、これはいいですよ。ここは、おーっと、一気にいった。あ、じゃあ、これは、始まった。始まりました。まさにプールに浮かぶノアの箱舟、決まりましたか、これは。レイコの塩の優勝なんじゃないですか、これは。これは優勝なんですか、あ、こちらも、これは、え、ギャルの若も、うわ、これどちらが、これは、いや、これ、難しいぞ、これ、二人とも優勝の権利が発生しましたからね、これね。そうですね、ついに大一番の決着が。しかし、もうもはや、二人とも、もう上がった。うっちゃりですよ、うっちゃりです。最後は横綱のうっちゃりです。疲れ切っているという表情、勝ったレイコの塩、どうですか。すごい、もうおっぱいもどうでもよくなっちゃいました。これですよ。というわけで優勝はレイコの塩でした。